伊王島長崎県内の伊王島の位置、長崎温泉安らぎ伊王島、海の見えるホテル棟伊王島町は、長崎郊外、長崎市高谷町沖にある伊王島、沖の島を含んでいた町。自治体人口に占めるカトリック教徒の比率が日本で最も高かった。2005年1月4日に長崎市に編入され、自治体としては消滅した。本では、 現在の長崎市の一地区としての伊王島についても記述する。伊王島地区の人口は691人。伊王島と沖の島の二つの島を合わせて伊王島と呼ぶ。二つの島の間は幅数十メートルしかなく、二つの島を結ぶために栄橋、にぎやか橋、宿橋の三つの橋が架けられている。本土からの交通は、 洋島港と約1 0トル離れた長崎港との間を旅客船のみで結んでいたが2011年3月27日に長崎市本土と洋島地区を橋で結ぶ洋島大橋が開通したかつては炭鉱の島として栄えたが閉山後は農業業を兼業するまた島全体が釣りの敵地である近年では 長崎市近郊のリゾート地として開発が進む。自治会は馬込、中、塩町、船津、大民寺が存在する。長崎市中心部より、伊王島大橋を渡り来るまで約三十分。二千十一年四月より、長崎自動車のバスが、市内から伊王島ターミナルまで平日5往復、土日祝日七往復乗り入れている。島内の移動手段としては、長崎市、 コミュニティバス用島線が運行されている。長崎駅前から用島ターミナルまで長崎バスで約50分であり、高速線より時間がかかる。まごめ協会、ありがとうございます。